半年もの間、毎日不安を感じ続けると人はどうなるのでしょうか。まあ、6ヶ月もの時間を無意に過ごすことになるでしょう。あなたは心配性ですか？心配するという感情は当たり前のもので、誰もが心配するものです。しかし、心配するにも程度がありますよね。いつも何かしらに不安を抱えていませんか？数ヶ月もの間、常に不安を感じ、心配し続けることで脳に影響が出てしまい、ついには肉体的な痛みを伴ってくることすらあります。また逆に、心配することのメリットも知るべきでしょう。ぜひブライトサイドチャンネルの登録と通知の設定をよろしくお願いします。人生は楽しく。不安とは、身に覚えのない借金に対して支払っている利子のようなもの。とちょっと考えてみてはどうでしょうか。さあ一緒に見ていきましょう。1、今この瞬間を生きられなくなる。何かを心配しているということは、つまり常に未来のことを考えているとも言えます。何が起きるのか、どうすればいいのか、もしかしてクビになるかも、これから起こることばかりに気がいってしまって、今この瞬間を逃してしまっているかもしれません。長い間心配し続けると人生観そのものが歪んできます。あなたには安定した仕事、愛する家族、そして明るい未来を手にするチャンスがあります。しかし不安のせいでそれらが見えなくなっているかもしれません。頭の中にそんな負の感情が居座ることで、他のことを考える余裕がなく、人の話を聞くこともできなくなるので、自分勝手で恩知らずだと見られるようになるかもしれません。2. 理不尽な心配をし始める。心配が強ければ強いほど、不安はあなたの頭の中に滑り込み、論理的思考を妨げるようになります。例えば、最近少し痩せたという場合、まず心配するのは体重が元に戻ってしまうことでしょう。そこで起こるのは、体重計で確認してもいないのに、体重が元に戻っただけじゃなく、もっと太ってしまったと思い込むことです。どうにかしようと考えるほど論理的にものを考えることができなくなります。そして馬鹿げた選択をしてしまい、その結果自分自身を信じられなくなり、自信も失うという負のスパイラルに陥るでしょう。 3. だんだん周りから人がいなくなる。周囲の人たちから好かれる人物とはどんな人だと思いますか？自分に自信を持っていてポジティブな性格の人、それとも絶えず心配をしていて物事の楽しい面は見ようとしない人。心配性な人というのは黙っていてもわかるものです。知り合ってしばらくはアドバイスをくれたり助けようとしてくれるでしょう。しかしそんな自分の言葉が何の意味もなかったと知れば、みんな諦めてあなたから距離を置こうとするかもしれません。自分が直面している問題を友人に話して発散することはしばしばあります。でも友人とは一緒に楽しむものですよね。心配してばかりで愚痴をこぼしてばかりの人からは良い影響があるとは思われないでしょう。友人に心配事を打ち明けられた時に、無意識のうちにあなたの意見が彼らより心配にさせてしまっているかもしれません。一番親密な人があなたの気分の安定に責任を持たせられるため、彼らに大きな負担を強いることになります。4. 性格が変わってしまう。心配をするとかけてゲームに夢中になると解きます。その心は、すればするほど止めるのが難しくなります。一方は楽しくありませんがね。何かを長い期間心配し続けると、だんだんあらゆることに不安を抱え始め、人生を不安に支配されるようになります。心配する行為は中毒性のようなものがあると考えられています。心配することが癖になってしまうと、生活習慣にも影響が出てきます。大抵の場合、内気になり引きこもりがちな人間になります。以前は好きだったことさえ楽しめなくなるでしょう。さらに心配し続けると、今度は心配してしまうことを心配するようになってしまいます。すごく複雑な話ですよね。そう、ここまで来ると心に大きな負担を強いることになります。 5. うつ病や不安障害を引き起こす。解消されない心配は
多くの場合、後々全般性不安障害へと発展してしまいます。もはやあらゆることに恐怖を感じる状態です。はじめは自分の経済状況と今月の家賃について心配するだけだったのが、周囲の人が自分のことを話していると思い込んだり、友人からの目を極端に気にするようになります。うつ病または不安障害にかかると、疲労や集中力の欠如、過眠症または不眠症、落ち着きのなさ、苛立ちなどに悩まされます。6、パニック障害に陥る可能性がある。体は過度の心配に対処するようには作られていません。あまりに負荷がかかりすぎると、ある時プツンと切れてしまいます。それがパニック障害の発作です。心配ごとに対処せず、脳内から跳ねつけられていると恐怖のみが積み重ねられます。この発作は恐怖に対する激しい反応です。まるで世界の終わりが来たとすら思えるほどです。大抵の場合、10分間ほどその状態が続きます。しばしば強い動悸に襲われ、呼吸の乱れ、発汗、震え、めまいを伴います。残念なことに、一度パニック障害の発作を起こすと、再びそれを経験することを心配するようになり、それが不安を一層強くしてしまうのです。7、眠りにつくのに苦労するようになる。将来の目標や計画についてネガティブなことばかり思い巡らせていると、質の良い睡眠をなかなか得られないようになります。そして時間とともに問題が肥大化していきます。たった一晩睡眠不足になっただけで、あなたの体内時計は狂ってしまうのです。睡眠に影響が及ぼされると、起きている間にすることすべてに影響されてしまいます。心配で眠れない夜を過ごし出すと、仕事、モチベーションなど前向きな姿勢を持つことに多大な労力を払わないといけなくなるのです。ニューヨークの精神科医ブリジット・ゴードン博士によると、心配と不安は人がレム睡眠に移行するのを妨げる傾向にあり、精神の健康を阻害すると話しています。8、体の節々が痛くなる。心配している時とリラックスしている時の体の状態を比べてみましょう。何かを心配している時は、心拍数の上昇、筋肉の緊張、感覚の鋭敏化が起こり、脳がアドレナリンを放出し始めます。そして戦うか逃げるか、すくむか、反応が刺激されるのです。これはストレスに対する当然の反応です。しかし、車にひかれそうになって逃げようとしている状況なのか、それともガスコンロの火を消し忘れていないかの心配なのか、脳には判断ができません。そのため、ストレスがあると判断すると、常に体を緊張状態にしてしまいます。そしてひどいと痛みすら引き起こすのです。9、心身症を患う。心身症の状態は精神的な要因で引き起こされたり悪化したりします。ではどんな症状が出るのでしょうか。仕事を頑張りすぎる人は慢性的に背中の痛みを感じるようになりますし、お金の心配ばかりしすぎて目が痙攣する人もいます。このように精神状態が体に影響を与えるのです。過敏性腸症候群を患う人たちは、その時の精神状態によって症状が悪化することはよくあることです。そしてそれがさらに深刻な問題に発展するケースもあります。あまりにも強いストレスを受けすぎて最終的に失明した人たちもいるのです。心身症は過度のストレス、心配、そして不安によって引き起こされます。10、脳にもダメージが与えられる。考えるのも怖いことですが、過度のストレスはあなたの脳にダメージを負わせてしまうことがあるのです。心配することがストレスや不安障害につながるのはご存知の通り、脳には不安を処理するために使われる機能が2つあります。扁桃体と海馬です。アメリカの国立精神衛生研究所によると、扁桃体の機能の一つは、脅威の存在を脳の他の部分に警告し、恐怖や不安の反応を引き起こすことで、海馬の方は恐怖の経験を変換し、記憶として貯めておくことだそうです。長期間心理的ストレスを受け続けると、海馬は萎縮し始め、認知症のような記憶障害を引き起こします。実際に認知症は精神神経障害の原因となっていると考えられているのです。
しかし慢性的なストレスや不安によって負わされたダメージは薬である程度治療することが可能です。11、心配することの良い面を逃してしまう。心配するとは本来どういうことでしょうか。それは何もあなたから幸せを奪い去る悪しき根源ではないのです。心配というのは一種の警報メカニズムです。つまり生物としての生存本能が何か問題が起こるかもしれないと告げる生存戦略上必須のものなのです。心配するという単語が否定的に聞こえるなら用心すると言い換えてもいいでしょう。人がしっかり心配、用心するということはそれを乗り越えるべき壁があると知らせてくれるものなのです。そのための準備をし不意を打たれないようにさせてくれます。そうして人は壁を乗り越えられるようになるのです。体重増加に不安になれば肥満になると心配になれます。学校で自分の成績に心配を感じなければ落ちこぼれになってしまうでしょう。そして心配を感じたのなら問題解決のために積極的な行動に出るべきです。心配だからこそストップ、ここは人生の大事なところだから綿密に計画を立てよう。ファーストフードに通うのはやめた方がいいね、お金もかかるし、と行動できるようになるのです。何事にも良い面があります。心配とは決してあなたの人生の妨げではなく壁を乗り越える手助けもしてくれるのですから。もう数ヶ月も不安が消えないという人はセラピストを訪ねてみることをお勧めします。きっと不安の解消、より前向きな考え方を得る手助けをしてくれるでしょう。さあ、あなたは不安を感じたらどう対処していますか？下のコメント欄で教えてください。ぜひこの動画の高評価と友達へのシェア、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ブライトサイドで人生をもっと明るく。